ヨタムはヨイヨーと分類できるもう一人の王です。ウダには3人続けてヨイヨーが与えられました。とても珍しいことです。第二歴代史27章1から2節。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた。この人についてとても不思議で興味深いことが書かれています。彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。これには背景があります。彼の父親が神殿に入っていった時、彼はサラートに侵されました。もちろん間違った方法で行ったのです。彼は聖女に無理に押し入りました。この若者ヨタムは主の目にかなったことをしました。でも彼は神殿に近づきませんでした。彼に同情的にならざるを得ませんが、彼は民に対してとても悪い手本を示してしまいました。その結果民はなお滅びに向かっていたのです。彼らは神様に立ち返りませんでした。ここに自分の民を神様に立ち返らせるように導く素晴らしい機会のあった人物がいます。でも彼はこの悩み、または苦々しさの根かもしれないものを持っていました。彼の父親が宮でサラートに侵されたので、彼は宮に行きたくなかったのです。彼の行動には理解できる背景があったのです。第二歴代史27章3から4節。彼は主の宮の上の門を建てた。またオフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。この当時この地は木々で覆われていました。今日ほとんどの部分では丘は裸です。でも今は木々が植えられましたから、土地の多くの部分がまた木で覆われてきています。この当時この地は乳と蜜の流れる場所でした。ヨタムは丘の間に複数の城を建てました。彼は偉大な建築家でした。彼が分譲地を建て始めたのではないかと私は思います。第二歴代史27章5から6節。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも第3年にも同様にした。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。彼は自分の父がそうしたように自分の国を軍事的に強く保ちました。第二歴代史27章8から9節。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビネの町に葬った。彼の子アハズが代わって王となった。ヨタムの統治にはたった一章、短い章が当てられているだけです。この若者は偉大な王になることができたのに、偏見によって偉大な王となることも、神様のために素晴らしいことをすることも妨げられてしまったのです。遅かれ早かれユダに悪い王が出ることは分かっていました。さあここに悪い王がいます。この時点で北王国イスラエルは捕囚に連れて行かれる瀬戸際で、南王国ユダはこれから見ていくようにアハズの罪によってとても引き下げられていました。第二歴代史28章1から2節。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。アハズは悪い王でした。彼はイスラエルの王たちの道に歩みました。それは邪悪な道を意味しました。これらの王たちが測られる人間的な基準はダビデであり、この人物はその人間的な基準からほど遠いところにありました。その結果、今私たちは南王国の悲しい将来を見始めます。北王国はアッシリアに捕囚になります。神様は南王国に多くの警告を下さるのですが、それでも彼らは同じように捕囚にされていくことになります。アッシリアにではなく、後によってバビロンに捕囚になるのです。第二歴代史28章3から4節。彼はベンヒノムの谷で甲を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ甲を焚いた。これは彼が自分の子供たちを真っ赤に焼けた祭壇の上に捧げたことを意味します。実際、人民無垢を捧げるために偶像が真っ赤に焼かれたのです。アハズは完全に偶像礼拝に入り込み、南王国を偶像礼拝に陥れました。第二歴代史28章5から6節。彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を連れて行き、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマルヤの子ペカはユダで1日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。いわば神様はご自分の国、ご自分の民のドアを開かれ、敵が入ってくることを許可されたのです。アラムがやってきて、全く初めて南王国への城壁が突破されました。多くの者たちが捕らえられていきました。悲しいことには、北王国はアラムがこの攻撃をするのに加わりました。ですから、この捕らわれていった多くの人たちは実際北王国イスラエルの虜になったのです。イスラエルがユダの人々を捕囚にしたのです。6節、神様はこのことの理由を極めて明瞭にされます。
第二歴代史28章7から8節。ついでエフライムの勇士ジグリは、王の子マーセア、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち、男女の子供たちを20万人虜にし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分、ドリブンをサマリアに持っていった。これは南王国のとても悲しいありさまです。神様はこのことが起こることを許可されました。なぜならアハズと民が我を忘れて偶像礼拝にふけったからです。今神様は自分たちの兄弟に対する彼らのとんでもない残虐さのせいでイスラエルに語るために預言者を送られます。第二歴代史28章9から10節。そこには主の預言者でその名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし実はあなた方自身にもあなた方の神、主に対して罪過があるのではないか。神様ははっきりと自分たちの兄弟を奴隷にしてはならないと禁じられました。レビ記25章39から40節。もしあなたの元にいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても、彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。第二歴代史28章11から12節。今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に臨むからです。その時、エフライム族の頭たちの中から、ヨハナンの子アザルヤ、メシエモテの子ベレクヤ、シャルムの子ヒゼキヤ、ハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり、北王国のリーダーたちの一つのグループが自分たちの南王国の兄弟たちを奴隷にすることに反対して立ち上がりました。第二歴代史28章13から15節。彼らに言った。あなた方は虜をここに連れてきてはならない。私たちを主に対して罪過のあるものとするようなことをあなた方は考えて、私たちの罪と私たちの罪過にもう一つを加えようとしている。私たちの罪過は大きい。燃える怒りがイスラエルに下される。そこで武装した者は、司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者を手放した。指定された人々が立ち上がって虜の世話をし、その中で裸の者には皆、分取り物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから、靴を履かせ、食べさせ、飲ませ、油を塗ってやった。そのゆえ足の弱い者は皆、ロバに乗せて運び、彼らの兄弟たちのもと、夏目足の町、エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに入った。彼らは虜たちを解放してやり、彼らを自分たちの家に帰らせました。この時、南王国ユダは本当に惨めなありさまでした。もしも神様が介入されなかったなら、彼らはほとんど国として抹消してしまうところでした。このことはユダを弱らせ、さらなる侵略に門戸を開かせました。第二歴代史28章16から18節。その時、アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを取り、虜を捕らえていった。ペリシテ人はユダの定地及びネゲブにある町々に突入し、ベテ・シェメッシュとアヤロンとゲデロテ及びソコンとそれに属する村々、ティムナとそれに属する村々、ギムゾとそれに属する村々を取ってそこに住んだ。神様がご自分の防御を取り去られるとき、水門を開けたように敵たちを入ってこさせることになります。これはもちろん民の罪の結果でした。戦争は罪の直接の結果です。人間の心の中に罪がある限り、その人は平和を持つことができません。どんな種類の平和も持つことができないのです。神様との平和も、自分の心の平和も、そして自分の仲間との平和もです。平和を持つためには罪の質問が答えられなければなりません。ユダの経験はこの実例です。人間の側に罪があるので、彼らは平和を持つことができないのです。アハズはもう一つの大きな間違いを犯します。神様に立ち返る代わりに、彼はアッシリアに助けを求めました。第二歴代史28章20から21節。アッシリアの王ティグラセ・ピレセルは彼を攻め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王及び司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アハズはアッシリアの王に信頼しました。彼はアッシリアの王に宮と宮廷の富の中から気前よく贈り物をしました。アッシリアの王は贈り物を受け取りましたが、アハズに何の助けも贈りませんでした。贈る必要がなかったのです。彼は強力な王であり、哀れなアハズはとても弱い王でした。アハズは神様に背いてアッシリアに信頼しましたが、アッシリアは彼を見捨てました。アッシリアは条約を守りませんでした。国々が条約を本当に守るという期待はできません。人間が罪人である限り、人間は嘘つきであり、つまり彼らを信用することはできないということを意味します。聖書は私たちは人に信頼を置くべきではないと教えています。私たちは神様に信頼を置くべきなのです。第二歴代史28章22から23節。アッシリアの王が彼を悩ましたとき、このアハズ王はますます主に対して不信の罪を犯した。彼は自分を打ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼をまた全イスラエルをつまずかせるものとなった。その後アハズは神の宮の器具を断ち切り、主の宮の塔を閉じ、エルサレムの宮、町角の至るところに祭壇を作りました。